うも、ナメコです。グランドバザールにやってきたウプ主。バザールーでござあるーだぜ。ちょっくら冷やかしてくるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、トルコ、イスタンブールに来ています。まずはグランドバザールに潜入してみるぜ。バザール内はこんな感じ。とにかく人多すぎ。さらに大衆で臭すぎ。極めつけはタバコの煙。常に鼻にタバコの煙が入ってきます。検煙家の人なら発狂しちゃいますね。人多すぎで進めず。臭いはむせるわぜ、チラ見で十分だぜ、長居はしたくないぜ。なおさっきのように混んでいるのは入り口付近だけで、奥に行くほど空いてました。こんな感じで無料の給水コーナーもありました。でも飲むのはちょっと怖いぜ。グランドバザールはトルコ語で、カパルチャルシュ、屋根付き市場と呼ばれ、15世紀にメフメット2世が建てました。最初は市場中央にあるオールドバザールだけでしたが、徐々に店が増え続け、今では世界最大級と言われる巨大市場に発展しました。市場は縦横それぞれ180メートルもあり、3万平方メートルの敷地に、4500軒ものお店が軒を連ねます。かつて東西貿易の産物で埋め尽くされた店先には、貴金属や絨毯、布製品や革製品など、トルコ土産が並びます。地方に21箇所の出入り口があり、どこも似た感じの店が並ぶから、普段迷わない人でも方向を見失うぜ。屋根があるため GPS の位置情報もわからないので、迷ったらとりあえず適当な出口から出て、現在地と方向をつかめばよいでしょう。なおバザールに入るときは、毎回簡単な荷物チェックがあるぜ。これのせいで少し並ぶぜ。こちらはバザールのシンボル的存在、傾いたキオスク。確かに傾いてはいるぜ。こちらは一番最初にできた、オールドバザール。歩き疲れたので休憩。市場内で50年以上続く老舗のカフェ、シャルクカフベシで茶をしばきます。砂で温めて入れる、昔ながらの伝統的な製法だそうだぜ。店内もなかなか年季が入ってますね。トルコに来たんだから、ってことで、観光度定番のトルココーヒーをいただきます。一緒にトルコのお菓子、ロクムと水もついてきました。このコーヒーは普段飲むコーヒーと違うのか？トルココーヒーは粉状にしたコーヒー豆を、このような小鍋で煮立たせたものです。カップに注いだ後少し待ち、溶け残った粉がそこに沈んでから、上澄みだけを飲みます。素敵な旅に、乾杯。味の感想ですが、とにかく濃いです。エスプレッソを飲んでいる感じです。また溶けなかった粉は沈んでいるとはいえ、やっぱ粉っぽいです。でも、トルコに来てトルココーヒーをいただく。それだけで幸せだぜ。お値段は9トルコリラ、270円。お手頃なのでたびたび飲んでました。話は変わり、バザール内で写真撮ってくれと言われたのでパシャリ。
今回以外でもたびたび声をかけられたぜ。トルコ人は写真大好きらしいです。さてさてバザールも堪能したので、エミノニョに向かいましょう。ここでエミノニョまでの車窓をバックに、イスタンブールの位置関係を解説しましょう。なお今回は滞在日数 3.5 日、イスタンブールの観光は 2.5 日しかなかったので、ベッタベタな街の中心部しか観光してないのであしからず。イスタンブールの中心部はこんな感じ。3つのエリアに分かれ、今いるのが旧市街。有名なブルーモスクやアヤソフィア、トプカプ宮殿も旧市街にあります。上側にあるのが、新市街。ショッピングやビジネスエリアで、領事館もこちらにあります。この旧市街と新市街はバルカン半島の東端部にあたり、ヨーロッパサイドと呼ばれます。そして右側にあるのがアジアサイド。下町情緒あふれる庶民の街で、ローカルな気分が味わえます。それぞれに特色があって面白そうだぜ。なおイスタンブールを東西に隔てる、中央部分がボスポラス海峡。北は黒海、南はマルマラ海、そして地中海と繋がっています。なお左側の細長い部分は、金閣湾、トルコ語でハリチと言われ、入り江を意味します。なあなあイスタンブールって、西洋と東洋が交差する街って言われるよな。ですね、魅力的な響きですよね。でもちょっと待ってほしいぜ。確かにこの地図ではヨーロッパとアジア、海峡を隔てて隣り合ってるけど、縮尺を下げると。言葉通りではあるんだが、もっと北側は普通に繋がってなくね。君のような勘の言い書きは嫌いだよ。ってネタはさておき、ウプ主もずっと気にはなっていました。まあこれについては文化や宗教、交易などがこの地で栄えたとかでしょう。その辺は興味ないのでスルーの方向で。さてさてウプ主は、トラム1号線に乗車中です。イスタンブールの路線図はこんな感じ。すげえ、いろんな路線があるんだな。ただベタベタな観光であれば、今乗っているトラム1号線と、旧市街、新市街、アジアサイドを結ぶフェリーでこと足ります。フェリー、気になるぜ。おいおい紹介しましょう。今乗っているトラム1号線は、こんな感じのルートを通ります。旧市街と新市街を簡単に行き来でき、主要観光地を通るので、観光客が最も利用する路線と言えるでしょう。車両は2両連接車が2編成、5から10分間隔で運行しています。最新型の車両らしいぜ。なお2018年9月、観光中の日本人女性がトラムに轢かれ、死亡する事故が起きています。状況がわからないから何とも言えないけど、運転手も車に対しては注意してるけど、観光地でわんさかいる、人に対しては多すぎて対処しきれてない印象を受けたぜ。エミノニョ駅に到着。とりあえず海を見に行きましょう。はい、絶景ですー。めっちゃいい眺めー。この景色、観光本で何度も見てきましたが、やはり自分の目で見ると、全くの別物です。めっちゃ綺麗と、思わず独り言を言っちゃうぜ。
右側の海がボスポラス海峡、左側が金閣湾。正面の橋がガラタ橋、奥に見えるのが新市街です。今回はここまで。次回はガラタ橋をくぐり、有名なサバサンドを食べちゃいます。サバサンド。めちゃんこ楽しみだぜ。ご視聴。ありがとうございました。